ボンジョルナトゥッティ、イタリアガイドミネです。本日はしっかり美味しい、人を選ばず渡しやすい、イタリア在住日本人が選ぶイタリア土産10選という動画をお送りしたいと思います。イタリアって一度は行ってみたい街、素敵な美術館や素敵なファッション。ところがやっぱり日本に持っていくお土産って一体どんなものがおすすめですかって皆さん本当に悩んでらっしゃいますよね。やっぱりそれを聞くには地元イタリアに住む日本人、イタリア在住26年の私、日本人ガイドミメがですね、実際に私が日本に持っていくお土産としてしょっちゅう選んでいるもの、それをですね、今回はベスト10ということで10選選んで皆様にどこで買えるのか、しかも大体今2024年の夏でございますけれども、どれぐらいの値段がするのかというところまで詳しくお教えしたいと思います。この動画を見ることによって、もう地元に、現地に行ってからですね、お土産に悩んでせっかくの観光の時間潰れちゃうなんてことがないように、これとこれとこれと決めていただいて、もう効率よく観光にお時間を費やしていただけると思いますので、ぜひこの動画最後までご覧くださいませ。そしてこの動画の最後には、絶対にイタリア土産を買う前に知らないと大公開する3ポイント、3つのポイント、注意事項を私イタリアガイドミメがお教えいたします。その3つのポイント知らないと空港について、そうなの、やばい、罰金取られるなんてことにもなりかねませんので、ぜひこの動画最後までご覧くださいませ。本日の目次でございますが、まず私の住むこのフィレンツェの町で一応3つの種類に分けました。1つ目はイタリア食材編、2つ目がお菓子お酒編、そして3つ目が雑貨編というふうに分けまして、そのトータルで10個のおすすめお土産を皆様に、実際にお店に行って物を見てお値段まで皆様にお教えしたいと思います。私イタリアガイドミメの動画では、このようなイタリアの便利な情報、お得な情報、そして週1回のイタリア現地からの生ライブを配信しております。まだチャンネル登録されていないという皆様、ぜひチャンネル登録といいねをお待ちしております。概要欄からは私イタリアガイドミメが運営いたしますイタリア観光完全プライベートガイドサービスや、イタリア語オンラインレッスン、イタリアウェディングプランナーなどもやっておりますので、何をやっているのか気になる方はぜひ概要欄も一度チェックしてみてくださいね。将来のイタリア旅行を 200% 満喫できる無料資料というのも配布しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。それではいよいよドキドキワクワク、在住イタリアの日本人が選ぶイタリア土産10選をご案内いたしましょう。本場イタリアの食を日本でも、食材編、まず1番目からはこちら、ドゥオーモの近くにあるイータリー、もうすべてメイドインイタリーの食材しか扱っていないところでございます。ちょっとだけお値段高いんですけれども、すごい良質です。入ってみましょう。1番目、パルミジャーノチーズです。そうなんです、このチーズ、これ冷蔵庫に入ってないですよね。なぜかというと熟成しているので、これ冷蔵庫に入れなくても室温、まあ、室温というのはね、熱くちゃダメですけれども、室温で十分大丈夫です。見てください、お値段的にこちら36ヶ月ものが 19.27 ユーロです。で、だいたい24ヶ月がおすすめだと言われます。万人の口に合う 17.58 なので、まあ、2600円、2700円ぐらい。ただね、大きいんですよこれ。536キロもございます。48ヶ月というのもございますが、もう4年やってるのだと 22.29 ユーロでございます。ちょっと大きい場合はこちら、もちろん冷蔵庫の中に保管されているやつもございますが、私がさっき言った24ヶ月約2年熟成されたもので、こちらだとちょっと小さくてですね、 300g ぐらい、 10.5 なので今でいう1600円しないぐらいですね。これとか30ヶ月とか36ヶ月、やっぱり年月経つにつれてだんだんお値段が高くなりますが、おすすめは24ヶ月です。2番目、やっぱり
ぱりイタリアといったらオリーブオイルですよね。しかもイタリア、シチリアのものからトスカーナのものからいっぱいあって、どれを買ったらいいんですかと皆さん分からなくなると思います。そういう時はですね、自分用かお土産用かによってですが、こちら私おすすめするちょっと高級なプレゼント用ラウデミオというのをおすすめします。これ250しかなくて箱に入ってますけれどもね、これでなんとお値段 22.9 ユーロもしますが、なんとこれはですね、毎年オリーブオイルのソムリエたちが、そこのやっぱりフラントーヨというのはね、このオリーブを作っている農家になりますが、そこで厳選したやつなんです。なのでお土産用はこれ、自分用だったら結構ね、こういうオファーというのがやってるんですね。なんとしかも見たらですね、皆さんこれちょっとしか入ってませんけれども、フィレンツェのレッジェッロというところがオリーブオイル美味しくてすごい高級で有名なんですよ。250で皆さん10.9 ユーロ、 30% オフになっております。それとかですね、結構このシチリアのこの素敵なパッケージ、これだと割れにくいですよね。これで 16.9 ユーロなどございますので、こういったのをお選びいただくのをおすすめいたします。3番目、やっぱりイタリアの食材、三大食材といったらこちら、バルサミコ酢でございます。実はですね、よくレストランにも置いているのがジュゼッペ・ジュスティさんというね、結構有名なメーカーなんですけども、これで瓶で250で2つのメダルを取っているのが 15.9。 そしてちょっと小さめのやつがございますけれども、これ 100ml で、これ瓶で 8.9 ユーロで、実はこれプラスチックのやつも出てました。こちらだと 6.9 ユーロ。ただね、これ本物のバルサミコ酢じゃなく、結構ね、本物のバルサミコ酢って本当にブドウの液しか使ってないんですけども、クリーム状になってるやつですね。私もサラダとかにはこれ使ってます。皆さん、本物のバルサミコ酢が良ければこちらです。お値段全然違いますよね。見てください、これ箱に入ってて12年ものが 69.9、 これでもう12,000円。こちら10年もので、見てください、宝石のような瓶に入っておりますが、こちらも 69.9 ユーロ。本当にシェフとか料理愛好者の方にはすごい喜ばれると思います。私は家庭では使ったことありません。4番目、世界の三大高級珍味と言ったらトリュフですよね。実はこちら、トリュフジオというのがおすすめです。この小さい瓶で 10.9 ですから約1600円しますが、ちゃんとですね、こう箱に入っていて、これ他にもオリーブオイルになったり、バター、トリュフのね、バターとかマヨネーズとかあるんですけれども、塩は皆さん賞味期限が長い、何にでも使える、サラダからお肉からお魚からね、あとトーストした上のパンにバターを塗って、これをつければバタートリュフになってしまうわけなんですよね。ですから私はこれがおすすめです。フィレンツェに来たら一度は覗いてみたいメルカートチェントラーレ中央市場です。こちら1階の食材店に行くには午前中が絶対目的としてきてくださいね。2時ぐらい、1時には閉まってしまいます。中央市場に来るとこのようにポルチーニだけ、そしてトマト、ドライトマトがなんと手に入ることができます。もちろんスーパーで売ってるんですけれども、ここね、中央市場に来るといろんなタイプのこのポルチーニだけがあるのが分かります。ほら、お値段も全然違いますよね。これ一番安くて8ユーロなんですね。でもよく見てください、ちょっとと不格好な、なんと本当はナスのドライとかも入ってるって言われました。こういうボロボロのやつとかね、こういうのは買っちゃダメなんですって。やっぱり一番高い25ユーロのやつですけれども、 100g ね、25ユーロでございますよ。これで 50g で 12.5 とか、ただちゃんとポルチーニだけが見える、カットしてる、香りも全然違うんですよ。100g15 とかもありますけどもね、だいたいこれぐらいの値段で 7.5 ユーロとかで売ってます。こういう風にね、真空パックにしてもらうと特にスーツケースの中に入れて潰れません。
ちなみにポルチーニだけどうやって使ったらいいかわからないという方がいらっしゃるんですが、これ椎茸、乾燥椎茸と一緒でお水につけて戻してその漬け汁も美味しい出汁になります。これでリゾットとかパスタとかを作れますのでぜひおすすめです。乾燥ポルチーニとよく一緒に売っているのがドライトマト。ドライトマトはねポルチーニだけよりちょっと安いんですよね。ただ結構ねこれで1キロ30ユーロとかしてますが、こんな大きい 500g で4ユーロ、ちょっとこんなのまで使わないわという方はこれ 100g で 3.5 ユーロ、これねミニトマトなのでさらに甘くて美味しいです。これオリーブオイルにつけてオリガノとかちょっと香草を入れておくと戻ります。それをサラダに入れたりですね、こうやってケーパにつけたりですね、いろんな味ができます。でこうやってここだと真空パックにしてくれるのでこれでも潰れなくて OK ですね。子供から大人までお菓子お酒編、まずはこちらサポーリディントルニというドゥオモから歩いてすぐのスーパーに行ってみましょう。スーパーの方がお菓子は安いです。6番目、バッチチョコ。なんとバッチチョコすごい人気でですね、ここにもバッチチョコ 200g 7.99 とかあったんですけどもう売り切れてるみたいです。こちら本日290も入った結構大量のクラシックなやつが 9.9 ユーロです。やっぱりイタリアって言ったらバッチチョコですよね。7番目、もしバッチチョコがない場合、結構ね人気でない場合なんですけど、ノービという北イタリアの超有名なところがあってバッチチョコよりねちょっと安いんです。ノービチョコいろんな種類があってで、これ割とちゃんと包装も綺麗なのでこういうのもおすすめです。まあ、他にもねキンデルとかもあるんですけれども、キンデルはちょっとなんかこう安っちいというかね、まあノービチョコの方が私はおすすめです。8番目、ワインとリモンチェッロ。やはりイタリアワインといったら今なんとフランスワインを抜いて世界で最とも流通しているワインなんです。ですが皆様イタリア南から北までもワインってありすぎてよく分かりませんという方に、どれをやっぱりフィレンツェに来たらですね、こうトスカーナワイン、この中にもまあトスカーナでもねキャンティからブルネッロからいろいろあるんですけれども、見てください、今日見つけたオファー、キャンティワインがですね、これしかも DOCG イタリアのね格付けワインというのがついていて、キャンティクラシコ2021年ものが36% オフで 12.9 ユーロですよ。これぐらいあったらいいんじゃないでしょうか。まあもちろんねもうちょっと高級なものとかもあるんですけれどもね、このピエモンテのバローロとか55から60にします、バローロとかこのランゲのワインですとかね、いいお値段しますけれども、自分用にとかちょっと知り合いにというんだったらこういう安いのもいいんじゃないでしょうか。ネビオーロ 14.9 というのがございます。もう一つがリモンチェッロ。これイタリアのレモンの皮とお砂糖とアルコールで作ったやつなんですけれども、こんなにねでっかいの持ってくの大変ですから小さめのこういったボトルがあります。これが 20cc 入っていて、このようにですねちゃんと箱に入っていて 11.9 ユーロでございますので約2000円ぐらい、ちゃんとソレントで作られています。結構ね甘めで女性にも人気ですが、割と皆さんアルコール度 32% もあります。本当にちょこっとの量を飲みます。帰国後の日常にもイタリア気分を、ここフィレンツェのドゥオーモ広場にあるところでマールビス、イタリアフィエーゾレで作られている高級な歯磨き粉があります。お土産に最適です。実はスーパーでもマルビスって売ってて安いんです。実はこちらのクラシックだと絶対スーパーで買った方が安いんですが、お土産用にマルビス使ってる方ってこういう特殊なフレーバー、見てください、これオレンジブラッサムとかブラック
ークフォレストとかこういったやつはですね、なんと 11.9 ユーロもしますが、日本だと 2,3 倍しますので、ぜひこの薬局だといろんなタイプが売っています。ちょっとね、好きな方にはこれ7つも入ったやつがお値段 22.5 ユーロします。これプレゼント用に3500円もしますが、いいんではないでしょうか。10番目、シニョリア広場のすぐ近くにあるスペツェリエパラッツォベッキオのプロポリススプレー。こちらがプロポリススプレーの、このアルコール入りの12ユーロのやつが超おすすめです。私も知り合いのオペラ歌手の方からこちらのを勧められて、うちの母は絶対これを 3,4 本買ってきてくれと言われます。すごい喉にキリッとするんですけれども、どのプロポリススプレーよりも効きます。風邪薬を飲む前にこれを喉にね、さっとやってですね、そして風邪を避けることができます。いかがでしたでしょうか。このイタリア在住日本人が選ぶ日本に持っていくお土産のおすすめ10選というのをお送りいたしました。ぜひ次に来るイタリア旅行の際には皆様もよくチェックして、時間を無駄にしないようにね、どれをどれぐらい欲しいかというのを皆さんよく検討していただいて、次のイタリア旅行に役立てていただけると幸いでございます。この動画の最後に、このイタリア土産を買う前に知っておかないと大後悔する3つの注意点というのをこっそりお教えしたいと思います。これを知っておかないと、皆様間違って買ってしまったお土産、日本に持って帰ったらなんと罰金が取られたとかね、そういうことになりかねないですから、ぜひ最後までご覧くださいませ。注意事項1つ目、日本に持ち込みが禁止されている肉加工品には気をつけましょう。なぜかというと、イタリアって生ハム、生サラミ、生ソーセージ、たくさん美味しい肉加工品があるのは皆様ご存知ではないでしょうか。実はですね、近年農林水産省の決定で、なんとイタリアからの肉加工品、今までも持ち込んではいけなかったんですけれども、なんとなく持って行っても大丈夫みたいなグレーゾーンがありました。ところが皆様、もうグレーゾーンではなくなりました。なんと違法で肉加工品を持ち込んだ場合、300万円以下の罰金か3年以下の禁錮。恐ろしい。ということで、皆様美味しかったからこの生ハムスーパーで買って真空パックにして帰ろうかななんて言ったら、実は羽田空港も成田空港も荷物検査場で荷物受け取るところで、実は訓練されたお肉の匂いを嗅ぐワンちゃんがいるんです。私も毎回最近会っています。ですから私の友達はね、そのリュックに入れてたバナナ、もともと出発する前にバナナを入れてた匂い、後の匂いがついてて、もうバナナは食べちゃったんですけど、イタリアでその匂いを嗅ぎつけてリュック全部開けられて、結構大変いろいろ調べられました。ですからすっすごい頭のいい犬たちが皆さんを待っておりますので、絶対肉加工品、まあ、フルーツとかね、野菜とか植物とかも禁止されておりますので、きちっと農林水産省のページを見てから購入するようにしてくださいね。注意点2つ目、ワインの免税範囲はお一人3本までというのは皆さん周知のことだと思います。ところがもちろん別に3本しか持ってきちゃいけないよということではないんです。実は3本を超えると1本につきだいたい150円ぐらいの税金を払えば持ってくることができるんです。なので私のお客様もワイン好きの方はですね、もう1ワンダース12本をワイナリーで購入して、それでちゃんと免税手続きをしてから日本に持ち込む、全然その方が日本で手に入らない美味しいワインを持って行って、そして皆さんにプレゼントしたりできるからという方もいらっしゃいます。ところが気をつけてください、ワイン1本グラスに入ってますのですっすごい重いです。なのでそんなワインがむちゃくちゃ好きというわけでなければですね、免税手続きも結構めんどくさいですし、重いとにかくで、やっぱり預け荷物にしなきゃいけないので、ちゃんとワイナリーで発泡スチロールみたいなね、頑丈にしてくれるところならいいんですけれども、そこら辺のスーパーで買ったものをね、ワインただ単にタオルでぐるぐる巻きにして入れといたら、もう帰ったらワインだらけになっていたスーツケースの中がということもございますので、ちゃんとですねそういう時はプチプチみたいなのを日本から持って行ってワインを購入した方がいいと思います。まあ私はそこまでワインが好きじゃないんだったら、まあ3本以内にしてもいいのかなと思います。
3つ目、特定の動物の革製品も持ち込んではいけません。今回はあんまり革製品ですとかそういった小物は紹介しませんでしたが、フィレンツェって革の街でございます。ですからお店によってはですね、このワニ、トカゲ、ヒョウなどの特定の動物の革を小物にしているところって多いんですよ。実は皆さん、ワシントン条約ってお聞きになったことありますでしょうか。やはりね、絶滅危機に瀕している動物を保護するために国際的なルールが決められております。ですからきちっとしたお店だと、例えば一度フェラガモさんに行ってですね、やっぱりこうワニの本物のお財布があったんですけども、ちゃんと証明書、こうワシントン条約にね適している革ですよという証明書をちゃんと書いてもらって持ち込みが大丈夫になるということがございます。ただ何にもわからない、そういう証明書もないところに行って買ってですね、それを日本に持ち込むと NG でございますので、よく気をつけて日本に持って帰るようにいたしましょう。ということで本日も私のこの動画最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。アリベデッチ、アラプロシマ、チャオチャオ。